こんにちは。こんにちは。小原田水産です。小原田博美です。イルカの時間です。昨日なんかね風がすごく強くてさ、すごかったね。なんかさ、すごく暖かかったじゃん。この土日が暖かかったんだっけ。でまたこうヒューッと下がるでしょ。本当ね体調崩すよねこれってね。そうだよな。まあ仕方ないよね、三寒四温って言われるわけだからさ。そうだね。昨日はね久々の編集者、昔のね仲間っていうかさ、一緒に仕事やった人と会ってさ、いろいろとお話ししててね。気の合う編集者とこうやって話してるとね、いろんなものが湧いてきてさ、いいね、いいね、でその後子供食堂ってね、子供たちにさ、無料でご飯を食べさせてくれてんだよね、ご飯をね、そういうこう、子供食堂がさ、自転車で10分あれば行けるんだ、そこにできたの。もともとはね民家だったんだけど、それ空き家になったからね、それをまあ社会福祉協議会が借りて、借りて、でそれをまあ地域の人たちが、まあ、拠点っていうかね、してるんだよね。あの西東京ね、いくつかあるみたいよ。でそこを使って月2回かな、子ども食堂っていうのを、やっててさ、石田さんっていうさ、方がこう言い出しっぺでやってんだよね。でまあその根底にあるのはね、貧困、子どもの貧困ね、ご飯も食べられないような子たちがいるわけよ。それはまあ当然収入が低くてさ、その満足なものが食べれなかったりとか、それから親がさ、まあ働き詰めでもう夜も遅くて帰ってこれなくてさ、で子供はそれこそ菓子パンだったりさ、まあお弁当だったり、というふうな子供たち結構いるらしいんだよね。新聞とかにも最近よく出てるよね。だから16人に1人ってね東京出てるんだよ。もっとあれだ、でもなんか現場感覚ではもっと、もっとらしいよな。だから一つのクラスにさ、何人もいるってことだからな。でそういう子たちもさ、見た目は分かんないわけよ。綺麗な格好してるしさ、そんな、貧しいとは分からないわけよね。だけどもその、食事が少なくてさ、ひもじい思いをしてる子もいるわけだよね。じゃあそういう子たちっていうのをこう意識しながらさ、ボランティアの人たちが、ご飯を作って、で子供は無料なの。で大人は300円、小中高は無料で、大人は300円なんだけどさ、だから本当よくやってるなと思うんだよね。で行ってみたけどまだできたばっかりのところでね、西東京ではね、今そこ含めて3つある。西東京ってもね、昔は法屋市と田無市とか別なとこだったわけだから、随分こう縦に長いというか横に長いというかあれだよね。で法屋に一つあるし、田無市もあるし、でちょうど真ん中ぐらい、ちょうど真ん中辺でしょ、それからもう一つ田無市、もう一つこの準備中だっつったかな。だからね、そういうこう意識のある人たちがね、多いんだよ。でそこもね十何人もいて、スタッフが、大体まあどうだろうな、60代70代の人だな。そういう人たちがさ、ボランティアでさ、エプロンしてさ、ご飯作って、で子供たちとお話したり、でちょっと勉強見てあげる人もいるしさ、で子供たちはまあ勉強したり、その漫画本読んだり、ワイワイ喋ってみたりとかしながらね、まあそこで楽しい時間過ごしないかな。月に2回という回数が多いのか少ないのか、要はね、本当にご飯食べれないったら、それこそ学校給食がない時っていうのがね、給食が命綱っていう子がそうだよないるわけでしょ。だからね、それを一人でやるのは負担じゃん。だからさ、何件もあればさ、何件もあれば、週に何回も行けるわけだからさ。そっか、こうってね、そう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 、ね、で自転車で動けば動けるからね。そういうふうな形でさ、たまり場としてね、子供たち、あるいはまあ大人もそうだよ、たまり場みたいな形にしておいて、そしてそこで、ご飯も出てくると。そうすればさ、やっぱり子供たちもその
引き目があったりすることもあるわけじゃん。そういうのもこう配慮しながらさ、うんうん、あのやってるワイワイ、ね、やってるよ。確かに自分たちも美味しいもの食べれた、みんなと遊べる、楽しかった、うん、でも大人も結構楽しんでやってるじゃん、よかったねっていう風な形が、うん、まあ負担にはならないかもね。そうそうそう、うん、ほんで子供たちもなんかお手伝いしてもらえればさ、うん、な、要するにこうギブアンドテイクじゃないけどさ、うん、そういう風な関係がいいんだろうね、うんうん、まあ、その食事っていうのもすごく大事だし、うん、あと、まあ、ほらね、なんか今本当に貧困って言われてて、まあ、制服、中学校に上がるときに制服が買えない、うん、って言って制服のリサイクルというかさ、うん、リユースというかさ、うん、それをやり始めているところが増えてきてるって言われて、うん、結構かかるからね、うん、夏服、冬服、そそうだよ、あとその制服だけじゃなくて、うん、このあの体育着とかさ、うん、上履きから何から全部なんだよね。やっぱそれってかなり負担っていうのもあって、そうだよ、だからね、まあ多分それは自己責任っていう人ももちろんいるわけよ、うん、だから確かに例えばじゃあそういうふうにも貧しいですと、うん、そういうお家でじゃあ携帯電話ないかったら携帯電話があったりとかね、うん、するわけでしょ。そうするとじゃあ生活保護もクーラーがあるからおかしいとか、うん、車があるからおかしいっていうそっちの方になってくるし、うん、いや本当にね、何が贅沢で何がなんていうの普通なのかっていうのはさ、もう、もう難しいよね。そうだよね、うん、だからまあお金の書き方っていうのはさ、うん、あの要するに本人の価値観あるからね、ここに1000円払うのは平気だけど、うん、こちらになんか1000円払うのはなんかもったいない気がするみたいなものがあるじゃん、うん、その価値観がさ、うん、まあいびつにはなってると思うね、うんうん、だから、まあ、まあそういう問題もあるけれど、うん、だけどね、そのこういう動きを通してね、うん、まあコミュニティのつながりとかさ、うんうんうん、まあ、人と人とのつながり、うん、そういったものがね、うん、生まれてくるかもしれない、うん、もちろん、ね、もちろんもちろん、そうだからさ、うん、まあ子供の貧困とかさいう言葉が、うん、人歩きするからね、うん、だから社会が悪いとか、うん、そうなるけれど、だけどもそれをきっかけにして、うん、また本当に、人と人との絆がね、うんうんうん、出てくるというこういう可能性もあるわけ。そうだね、うん、そう、だからまあそういうね、一生懸命手助けしながら、うん、応援しながらサポートしながら、うん、同時に自分たちも幸せになっていくみたいな、ね、そうだね、うん、で社会はそれで変わっていくと、ウィンウィンでないければ続かないからね、一方的に誰かがこう奉仕するだけじゃなくて、そう、うん、だから社会の価値観はそう、例えば立派な家に住んでいい車持ってお金があってどうのこうのっていうのからさ、うんうん、出し切れてないのよ。あ、それはそうだろうね。なだからほら、あの大統領なんだっけ、世界で一番貧しい、そうそう、うん、うん、そうじゃないけど、うん、本当に日本という国は幸せなのか、今生きている人って幸せなのかっていう、その問いかけだよね。そうだから、これでもかこれでもかでしょ、もっと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 じゃ、うん、な、いつまでたったってたどり着かないんだから。そうだね、うん、だからなんだっけ、樽を知る、うん、うん、そういうふうなね、社会にね、うん、そういう活動を通して、うん、ね、変わっていくんだと思う。そうだね、だから今本当過渡期なんでね、そう、きっとね、そういうことに反応する人たちがいっぱいいるんだもん、うんうん、フードバンクもそうでしょ、うんうん、やっぱ自分のところのものをこう持ち込んで、うん、例えばちょっとお手伝いしますよっていうのがフードバンクだったり、うん、そうもあるし、子ども食堂もそうだろうし、そうだから子ども食堂で、ね、うん、寄付してくださいって言えばさ、うん、なんか昨日はラーメン屋さんがチャーシューをいっぱい寄付してくれたりとかね、うん、夏みかんを寄付する人がいたり、いろんな人がいるわけ、うん、で、家庭菜園やってる人はさ、うんうん、いや、うちで作った野菜ぜひ寄付したいって、うん、でもただ、足がないから取りに来てくれとかさ、うんね、じゃあまた、じゃあよし俺行きますよって人も出てくるんだ。そうだね、運んであげるよっていうボランティアが生まれてくるし、ね、そう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 、うん、だそういうさ、うん、つながりがね、うん、こういうことを通して生まれていくんじゃないかと思って、すごくねこれはね可能性感じるんだよね。うん、そうだね、あそうだね。でも昨日かな、どっかどこの市だったかな、うん、保育所を立ち上げ、うんうん、子供の声がうるさいって、うん、松戸が消えちゃったんだよね。そうそうそう、保育所を作る、100何人入れる保育所を作るって話だったんだけども、うん、地域の住民から反対運動が起こってしまって、うるさいとかな、いやこれはね難しいな、本当に価値観が違うって言えば価値観が違うけど、でも子供がいない世の中ってどういう世の中になるかっていう、 そうだよ、でその子たちが大きくなって年金払ってくれるんだからな、うん、なあ自分たち支えてくれるんだからさ、うん、なあで自分たちが将来どれだけ迷惑かけるかよ、うん、なあ認知症になってしまうかもしれないしさ、うん、病気で寝たきりになっちゃうかもしれないしさ、うん、その時に介護してくれるのは、うん、そういう今の子供たちだ。
なんだよね。でも保育所が潰れたっていうの記事を見ると、うん、ああと思うし、それも理由がさ、うん、うるさいだからな、うんうん、だからもうそうしたらもうすごい高い防音の壁を作ってさ、ね、その壁の中であれさ、ね、だからどん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 こうね、子になってるね、孤立化してる、うん、どんどん孤立化してるね、ね、うん、まあ、ここもさ、そっちね、何軒か先に幼稚園があって、ここに保育園があって、うん、今の時期にぎやかだよね、わん、ギャン泣きが聞こえたりさ、そうそうそう、グランドもあるしな、うん、うん、私はいいと思うけどな、うん、俺もいいと思うよ、あなた仕事して気にならないでしょ別に、うん、全然ならないよ、だって俺に耳鳴りと一緒に暮らしてるんだからそうかそうか、ああ、いや本当ね、うん、なんかいろいろ考えさせられる世の中だよね、そうそうそう、だからまあ、あれだよ、そういうことからね少しずつやっていかないとね、うん、だから子ども食堂はちょっとね、いろいろと応援できると応援したいなと思ってる、そうだね、うん、そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。